まあ私が今から4年前ですね4年ほど前にコーチングの講座を受けましたコアクティブ・コーチングっていう講座なんですけどもその時にね結構衝撃を受けたんですね。で、まあ、この本の中でね書いてあるところで「聞く技術の5つ目」になりますね「あの事柄ではなく人を聞く」っていうところになるんですけどもコーチングのワークショップでね初日にえー コーチングの聞き方っていうね、人の話を聞くには2つ聞き方があるって言われたんです。まずはね、事柄に焦点を当てる聞き方で、人に焦点を当てる聞き方で、コーチングでは主に人に焦点を当てて聞きますって言った時そう言われたんですよね。あのー、正直ね、その言葉を聞いてね、なんか自分の中にこう電流が走ったっていうかね、おお、そうかと思ったんですよ。実はね、私まあ、聞くっていうことでいろいろカウンセリングとか勉強したんですけど。 あのー、仕事の場面でね特にコンサル会社でマネージャーやった時に部下にね「おつえさんって人の話聞かないですね」ってもうしょっちゅう言われてたんですね。でちゃんとこう聞けるんだけれども、まあ、聞けるっていうか自分は聞いてるつもりなんですけどでやっぱりコンサルティングなんでねちゃんとお客さんの話を聞くとかっていうねあのトレーニングもあったりとかビデオを撮られたりするんですけどよく聞いてるじゃないかと思ってるんですけど、あのー、上司からもね「お前はたちが悪い」と。 聞いてるふりしてるけど聞いてないみたいなこと言われたり部下からはねお世さん人の話聞いてないですよとかって言われてほんでもう正確に覚えてるんですけどね聞いてんじゃないのって言ってもねいやだから聞いてないんだとかねこう言われて正直分かんなかったんですよねなんで聞,聞いてないっていうのがそれがこの4年前にコア,、まあ、コアアクティブコーチングのね基礎コースっていうもの初日だったんですけど事柄と人って言われた時にねあこれはって思ったんですよね まあそこからまあ,あのコーチングっていうことにも結構のめり込み始めたしあの聞くっていうことってあ深いなあっていうことにこう入っていったんですね。でコーチングを学ぶ中で,でそれまでに勉強してきたまあこれにも書いてありますけど、まあ、神経言語プログラミングとかね NLP とか、まあ、そういったものとかそれからいろんなことを学ぶ中でこう自分の中でこうあこういう聞き方があるなっていうねこういろんなのがこう,こう混ざってきてそういう中でこう まあ今の段階でこう6つという形でね基本的に私はコーチングを今中心にお伝えしてるんですが、まあ、コーチングっていうと結構本当に深いんでねなかなかこう、えー、学ぶっていうことになるとある程度の時間が必要なんですけどもただ聞くっていうところだと本当に日頃ね行っていることですし今自分が今聞いますけどね皆さんにあの皆さん自身が今私の話を聞かれてるわけで常にこう聞くっていうことが起きてるんでねそれがちょっとでも変わると本当人生変わるっていう。 というところで、こう、お伝えし始めてるっていうのが、まあそういったところがね、私の自己紹介も兼ねての、私がどんなところで聞くってこだわってるかっていうことです。